何これ大きい巨大これだけの大きな風車を持ってるところは日本であのうちだけだと思いますけどもね。すごいですね、巨大な風力発電があるのはなんと三重大学のキャンパス。エコ大学ランキング総合1位に輝く今、国の内外から大注目の大学なんです。しかもこのキャンパスにはスマート節電のヒントが隠されていました。そこで今回は三重大学にお邪魔します。広いキャンパスには学生や教職員を含めておよそ1万人もいる三重大学。ということは電気代とかすごそうですね。あ、いい質問ですね。電気代はね、年間電気とガスを入れますとね、9億円ぐらい使っています。びっくりした、9億円そこで2007年から省エネ作戦を開始。海に面したキャンパスを利用して設置したのが、あ、何これ大きい、迫力がすごい。これが風車ですね。だいたい300キロワット、一般の家庭でいうとですね、100軒分ぐらいの電気を賄えます。だからまあ300人が生活するだけのですね、電気をこれで作ることができるということですね。巨大風車の他にも各校舎の屋根に太陽光発電のソーラーパネルを設置し、 CO2 削減目標を 24% にしたところ、目標を上回る 27% CO2 が削減できました。24% でもすごいなと思ったんですけど、上回る、上回りましたね。目標を上回る省エネができたのはこの部屋にあるパソコンに秘密が。各学部の発電や電力使用量を集約し、自動的に賢く節電、家中の家電をつなげ電気の見える化で節電するヘムス同様、エネルギーをマネジメントするまさに司令塔。さらに省エネには携帯電話も活躍。学内で、例えば電気を消したりとか、そういう環境にいい活動をしたっていうことを携帯に投稿します。携帯でそれを申請するんだ、自分はこういうことしましたよって、省エネ活動を携帯電話で申請するとポイントがもらえる三重大学独自のエコ活動。貯めたポイントに応じて文具や食料品がもらえる特典付き。これで学生たちの省エネモードも全開に。やれば頑張れば報われるというのはとてもいい発想の転換になると思いますね。みんなのこの省エネ節電の意識がぐっと上がりますよね。そうです、やりこさせるゲーム感覚はとってもいいものだと思いますので、試してみたらいかがでしょう。省エネ活動の見える化で目指せスマート主婦。 CBC では毎週抽選で3万円分のギフトカードが当たるクイズを実施中。詳しくは CBC ホームページまで。